どうも、こんばんは。ピヌさんです。かまいたちの夜、続きやっていきましょう。よろしくお願いします。もう5分ほど経ったろうか。みんな、黙っていた。来たね、としおさんね。やがてとしおさんの姿が階段に見えた。としおさん、連れてきたかな？みどりさんを連れてきた感じ？もう泣いてはいないが、目は真っ赤だ。背中には、うなだれた緑さんの頭が見える。としおさんは階段を踏みしめるようにゆっくりと降りてきた。みんな黙ってそれを見ていた。誰も口を開く者はいなかった。誰も手を貸そうとはしなかった。いや、できなかった。何か手を貸すのがはばかられるような、そんな雰囲気があったのだ。階段を降り切ったとしおさんは、僕たちの前を静かに通り過ぎると、廊下の奥へ消えた。みどりさんを部屋へ返しに行ったのだろう。としおさんが消えてからも、口を開く者は誰もいなかった。としおさんは、思ったよりも早く談話室に戻ってきた。その顔には、ある種の決意のようなものが浮かんでいる。としおさん、結構背が、高いですね。これで、僕は軽く咳払いをして全員の顔を見渡した。これで、全員がここに集まったことになります。皆、軽くうなずく。これから以後、絶対に一人だけ離れたりすることのないようにしてください。トイレに行ったりするときも、できれば1階のトイレを使ってください。どうしても部屋に戻りたいときも2人以上で戻ることにしてほしいんです。一体何があったんですか？恵子ちゃんが怯えた様子で質問をしてくる。まだ何も聞かされていないようだ。みどりさんはついさっき誰かに殴られて、その後は口にできなかった。しかし、表情から察したのか、三人とも息をのみ、あきちゃんは例によって泣き出した。今まで以上にぴったりとくっつき、他の人からはできるだけ離れていようとしているみたいだった。三木本さんはポカンと口を開けている。一体どうして、まさか一人で外へ出たのか。何が何だかわからないといった様子だ。いえ、中にいました。しかし、私たち、やっぱり部屋に戻りたい。ここにいたくない。かなこちゃんがヒステリックに叫んだ。ダメです。一緒にいることが必要なんです。どうして？私たちは関係ないわ。ほっといてよ。三人で閉じこもっている方が安全だと思っているのだろう。そういうわけにはいきません。こういうことは言いたくありませんが、仕方ありませんね。さっき、みどりさんが殺されたと思われる時間、2階にいたのは、三木本さんとあなたたちだけだったんですよ。どういう意味？かなこちゃんが意外そうな顔をする。まあやっぱ犯人は三木本なんでしょうね。つまり、あなたたちがみどりさんを殺した可能性もあるということです。驚いた顔を見せたのは女の子たちや三木本さんだけではなかった。何言ってるのトール。女の子に緑さんを殺すなんてことできると思うの。マリの責めるような口調が胸に刺さる。でも僕は続けた。一人でだと難しいかもしれない。他の二人に気づかれる心配もあるしね。でも三人一緒なら。みんな、ぎょっとした様子で女の子たちを見つめた。冗談じゃないわ。どうして私たちが。ひどい。傷ついた表情の恵子ちゃんに僕は慌てて弁明した。ちょっと待ってください。そういう可能性もあると言ってるだけです。さっきも言ったように、三木本さんにも、みどりさん殺害の機会はあったわけです。三木本さんは疲れたような表情を見せた。僕は君が入ってくるまで鎮静剤で眠ってたんだよ。おまけにまだ頭がガンガンして歩くのもままならないってのに。しかし僕は言った。それは全部演技かもしれません。反論はしないでください。僕が言いたいのは、これ以上犠牲者を出さないためには、全員一緒にいるべきだということだけです。僕たちの中に犯人がいるのかもしれない。ペンションのどこかに隠れているのかもしれない。吹雪の中でこちらの様子を伺っているのかもしれない。あり得る可能性を思いつくままにまくし立てた。いずれにしても全員一緒にいれば犯人は手出しができない。少なくとも手を出しにくいはずです。みんな黙り込んでしまった。人を探るような上目遣いの視線をお互いに交わし合っている。僕は間違ったことは言ってないつもりだった。しかし僕の言葉がお互いを疑わせる結果になってしまっている。僕は余計なことをしたのだろうか。三木本さんや女の子たちがみどりさんを殺したなどということが実際問題としてあり得るのだろうか。可能性はゼロではない。ガラスの割れる音がした時にはみんな談話室にいたから、三木本さんにも女の子たちにも田中さんを殺す機会はなかった。それに、機会のあるなしを別にしても、とても人をバラバラにするような時間はなかったはずだ。だから、三木本さんや女の子たちには田中さんは殺せなかった。が、田中さんを殺さなかったからといって、みどりさんを殺さなかったということにはならない。しかし、常識的に考えて、見ず知らずの彼らがみどりさんを殺す理由など考えられない。考えられることは、やっぱ年男かな。僕は小林さんの言葉を思い出した。小林さん、みどりさんは田中さんの部屋を見たいと言ってたんですよね。正確に何と言ってたか思い出せますか？突然話しかけられて、小林さんはしばらく目をパチパチさせていた。確か、ちょっと気になることがあるから。いやー、違うな。こうだ。ちょっと思いついたことがあるから、田中さんの部屋を調べたいの。確か、そう言ってた。思いついたこと。それは一体何だろう。田中さんの部屋を調べる。そういうからには当然事件に関係のあることのはずだ。そこで彼女は何かに気づき犯人の正体を知ったんじゃないだろうか。そして犯人を問い詰めたか、調べているところを見つかったかして犯人に殺されてしまった。そう考えるのが一番自然な気がする。もちろん他の考え方もできなくはない。例えば、みどりさんをよく知っている小林夫妻や敏夫さんが、実はみどりさんを憎んでいた。そういうことも考えられないではない。でも今はとりあえず、田中さん殺しの犯人が口封じのため、みどりさんを殺したと考えるべきだろう。僕たちの中で田中さんを殺せたのは敏夫さんだけだ。でも、敏夫さんにはみどりさんを殺す機会はなかった。みどりさんを殺せたのは三木本さんと女の子たちだけだ。しかし彼らには田中さんを殺せない。さっきから何をブツブツ言ってるの？マリが不安げに尋ねる。いや、事件を整理してたんだけど、それで？余計に頭が混乱してきたよ。何が何だかわからない。わからないことなんか何もないでしょ。犯人は私たち以外の誰かなのよ。凶悪な人殺しがこの近くをうろうろしてるの。私たちが考えるべきことは、どうやって自分たちの身をそいつから守るかよ。マリが言うと、京子さんや春子さんはその通りとばかりに大きくうなずく。そうよ。珍しく春子さんが口を開く。お互い疑い合ったりしても、いいことなんか何にもないわ。今はみんな信じ合わなくちゃ。そんな奥さんを加山さんが諌めるように言った。春子、そんなきれい事だけではあかん。徹君の言う通りや。どんな可能性でも考えといた方がええ。そやなかったら、朝まで生き残れへんかもしれへんのやで。でも、あなた。でもも下馬もあらへん。こういう時は女は黙って男の言うこと聞いとったらええのや。加山さんはいつもこんな調子で奥さんを黙らせているのだろうか。それとも人前で亭主関白を気取っているだけか。僕だって、親しい人を、そんなに親しいわけでもない人の方が多いけど、皆さんを人殺しだなんて思いたくはありません。でも、このペンションはそんなに大きな建物ではありませんし、そう言ってしまってから僕は気を悪くしていないかと小林さんをちらりと見た。しかし小林さんは別段気にもしていない様子だった。つまり、人の目が全く届かなくなってしまう。そんな視界ができるような巨大なホテルではないという意味ですが、それに戸締まりだってきちんとしていました。そんなところへ、たとえプロの泥棒だとしても、誰にも気づかれずに自由に出入りできるものでしょうか。正直言って、僕にはどちらを信じたらいいのかわかりません。神出鬼没の殺人鬼がペンションのどこかにいるのか、それとも、一見虫も殺さないように見える人が実は人殺しなのか、僕にはわかりません。僕はそう言って首を振った。まるで自分だけは関係ないっていう口ぶりだな。俊夫さんが吐き捨てるように言った。どういう意味ですか？その通りの意味さ。君だって容疑者の一人だってことさ。でも僕は夕食後は一度も2階には上がってないんですよ。田中さんを殺せるわけがないじゃないですか。緑さんにしたってそうです。俺はこの目で見たわけじゃないからな。君がそう言ってるだけかもしれん。ガールフレンドが証言したってダメやぜ。そんなのは当てにならないからな。そんなら僕も言わせてもらいますけどね、俊夫さん。僕はムカムカと腹が立ってきた。三木本さんを襲ったのはあなたじゃないんですか？三木本さんは犯人を見てない。つまり、三木本さんの後ろにいたはずのあなたが一番怪しいんじゃないんですか？そんなことあるもんか。オーナーの方が俺より先に三木本さんの倒れているところにたどり着いてたんだぜ。そうでしたよね、オーナー。そうだったかな。小林さんは困ったような顔で曖昧な返事をする。意外だった。僕が見たとき、三木本さんを抱え起こしていたのは俊夫さんだった。だから、てっきり小林さんが後から来たのだと思い込んでいたのだが。だとすると、小林さんの方こそ怪しいのか。三木本さんは探るような視線を俊夫さんと小林さんの両方に送っている。やめて、お願いだからもうやめて。京子さんが叫び泣き崩れた。これ以上傷つけ合うのはやめて。小林さんや俊夫さんの顔に後悔の表情が浮かんだ。きっと僕の顔にも同じものが浮かんでいることだろう。マリから向けられる軽蔑の眼差しが耐え難い。鳩時計が鳴った。いつの間にか11時半になっていたのだった。外の吹雪は依然として収まる気配もない。そや、ニュース見るのを忘れとったわ。唐突に加山さんが叫んだ。あなた、こんな時何も。天気予報かて見れるやないか。それに気分も変えた方がええ。結構その意見は正しいかもしれない。加山さんは誰の返事も聞かずにリモコンを取り上げテレビのスイッチを入れた。チャンネルを次々と変えていくと、ちょうどニュースのヘッドラインをやっていた。全国的に降り続いている大雪で、各地で交通事故、雪崩などの被害が続出していますが、今のところ死者は出ていない模様です。死者は出ていない。その言葉に僕たちは自然、2階を見上げた。かねてより金権体質が問われている業界で、また新たな疑惑が持ち上がりました。さて、最初にお届けするのは逃走中の銀行強盗のニュースです。昨日、白昼堂々、三友銀行新宿支店を襲い、現金約2億円余りを強奪した犯人の行方は、依然つかめておりません。目撃者の証言によれば、犯人は身長165センチ前後、痩せ型の男だということです。逃走用に使ったと思われる黒のクーペを、警察は各所に検問を設けて捜索を続けています。そういえば、車でこちらへ向かっている途中、銀行強盗のニュースをラジオで聞いたのだった。その後は新聞もテレビもほとんど見なかったので、逃げ続けているとは知らなかった。そんなもん、一日も経っとったら検問を敷いたってしゃあないがな。今頃は東南アジアかどっかに高飛びしとるわ。加山さんが鼻を鳴らしながら言った。僕たちの気持ちをほぐそうとして、わざとそんな話をしているのかもしれない。僕もその話に乗ることにした。現金2億円持って飛行機は乗らないでしょう。そらわからへんで。2億円なんて大してかさばるもんやない。診察やったらスーツケースに十分入るやろ。でも、二人の会話にマリも乗ってきた。持っていけたって海外じゃ使えないでしょう。銀行に行ったりしたら番号ですぐバレるだろうし。そら素人の考えや。今円はこっつう強いんやで。ドルなんかより喜ばれる国かてある。闇で交換してくれる連中がどこにだっておるもんなんや。俺だったら、敏夫さんも口を挟んだ。話をしていた方が気が紛れるのだろう。俺だったら、日本にいたいね。そもそも日本から脱出するなら、物価の安い国に行ってのんびり暮らすと思わないか？日本に居続けようと思うから金がいるんじゃないのか。しばらく田舎町でほとぼりが冷めるのを待つね。それも一理ある考えかもしれないと思ったが、加山さんは首を振った。あかんあかん。田舎町は人の出入りがすぐわかる。外国に行かんのやったら都会の方がええ。でも、犯行現場の近くにいたくないのは人情でしょう。そこをぐっとこらえんからみんな捕まりよるんや。だいたい犯罪者は根性なしが多いからな。まるでもうちょっと根性を出すと言わんばかりの口ぶりだ。観光地だったらよそ者もたくさん出入りするわよね。マリがぽつりと言った。繁盛してるとこやったらな。シーズン中のスキー場とか。加山さんの言葉に僕たちはみんなギクッとした。あ、みんなどないしたんや変な顔して。もしかしたら、いや、考えすぎですかね。僕は言いよどんだ。何がや。いえ、いいです。言いかけたことは最後まで言わんと気持ち悪いやないか。僕はみんなの顔を見回した。何人か同じことを考えた人がいるのが顔つきで分かった。じゃあ言いますけど、笑わないでくださいよ。殺された田中さんって人、逃走中の銀行強盗だったりして。誰も笑わなかった。僕は意を強くして小林さんに尋ねた。田中さんの身長、どのくらいでした？小林さんはちょっと考えていった。結構高かったよ。175以上はあったと思うな。175センチ。ダメだ。ニュースでは犯人は165くらいと言ってた。差がありすぎる。でも確かにまともじゃない雰囲気はあったよな。でかいスキー用のバッグは持ってたけど、なんかスキーしに来たって感じには見えなかったし。ちょっと待って。マリだ。普通銀行強盗するときって最低でも運転手は必要なんじゃないの？だったら田中は運転手の方だったんじゃないかしら。仲間割れして共犯者に殺された。うん、それならあり得る。ってことは犯人は165センチくらいの痩せ型の男ってことか。つい僕たちはお互いの体を見回していた。加山さんはとても痩せ型とは言えない。三木本さんや敏夫さんは背が高すぎる。一番近いのは、小林さんだった。小林さんは165ぐらいで痩せ型だ。小林さんは自分に視線が集中しているのに気づくと、こわばった笑みを浮かべた。おいおい、冗談はそれくらいにしてくれよ。たまたまニュースをやってたからって、それをそのままここの事件と結びつけようだなんて、いくらなんでも無茶だろう。そらそうや。それに小林くんが東京の銀行を襲えるわけがあらへん。毎日ここで仕事があるんやさかい。加山さんがそう言ったのも当然だ。小林さんのわけがない。だいたい殺された人が銀行強盗だということ自体短絡的な思いつきだ。最後まで言わないと気持ち悪いと、加山さんに言われて仕方なく口にしただけだ。本気で考えていたわけではない。しかしマリはなおも言った。でも考える方向性は合ってたんじゃないかしら。というと、田中さんって人はどう見てもスキーしに来たって感じじゃなかったわ。人目を避けてる様子もあったし、こんなところに来たのには何か後ろぐらいの理由があったに違いないわ。それはあの死体を発見した時から考えていたことだ。あれはあまりにも異様な死体だった。それだけに僕たちの生きる日常とはかけ離れたものだと知りたかったんだ。殺した方も殺された方も僕たちのような普通の人間であるはずがない。殺された方だってきっと裏街道を生きる人間だったに違いない。そう思い込みたくなる心理が働いていたのだろう。しかし実際、正気の人間があんな風に死体をバラバラに切り刻もうと思うだろうか。僕なんか注射をするシーンがテレビに映っただけでも目を背けてしまうような人間だ。人の体を切断するなんてどんなにお金を積まれたって断るだろう。たとえどんな理由があっても。僕はふと考え込んでしまった。犯人には田中さんの死体をバラバラにしなければいけない理由が何かあったのだろうか。あるとすれば、運ぶためでしょうね。どこかへ運ぶため？普通はこれが一番の理由だろう。しかし今回田中さんは自分の泊まっている部屋で殺されたわけだから、この理由は当てはまりそうもない。しかし何かは気になった。いくつもの疑問が頭の中で渦巻き、得体の知れない形を取り始めていた。掴み取れそうで掴めず、もどかしさで頭がムズムズした。スキーなんか来るんじゃなかった。OL の女の子たちはまた泣き始めている。今度は3人全員だった。帰りたい。何にも悪いことしないのに、帰りたい。泣き声ももはやすすい泣きにしかならない。清子さんがふらふらと歩き出した。どこへ行くんだ？小林さんが驚いて聞く。何か落ち着くようなものでも、ココアか何か飲めば。いやよ、人殺しかもしれない人の入れたものなんて飲めるわけないじゃない。あきちゃんがしわがれた声で叫んだ。しかし清子さんは傷ついた様子は少しも見せなかった。奥さんが犯人のわけないじゃないですか。それに、もしたとえそうだったとしても、今までにも散々飲み食いしてきたんですよ。全員を殺す気だったらとっくにもうみんな死んでますよ。僕は彼女たちを落ち着かせるよう、できるだけ静かに声で言った。それはそうや、徹君の言うことは筋が通ってる。そうですよ、奥さんがそんな犯人だなんて。加山さん夫婦が僕に同意してくれる。わかりました。しぶしぶではあったが、あきちゃんも納得してくれた。じゃあ、私が一緒に行きます。マリが立ち上がる。運動神経はいい方だから、誰か襲ってきたら一緒に撃退してやるわ。京子さんを一人にしないためには仕方のないことだが少々不安だ。何か妙なことがあったら大声で呼ぶんだぞ。僕が言うとマリは弱々しい笑みを浮かべてうなずいた。うまいのって助けに来てね。白い馬で。誰も笑わなかったがほんの少し緊張が緩むのを感じた。京子さんとマリがキッチンへ行ってしまうとしばらく不気味な沈黙が訪れた。これから朝までこうしてるしかないのかな。俊夫さんがぽつりとつぶやく。僕はうなずいていった。それが一番でしょう。もし犯人が僕たちの中の誰かでないとしたら、マジシャンみたいに神出鬼没なやつです。誰にも気遣えず自由に建物や部屋を出入りできる。たとえ一人で部屋にこもってしっかり鍵をかけたとしちゃって、安心して眠れますか。確かに安心なんかできないさ。でも考えてみろよ。もし犯人が誰にしろ、俺たち全員を殺すつもりだったら、こんなまどろっこしい方法を取ると思うか？俺だったらまだみんな警戒しないうちにもっとたくさん殺しておくね。それは確かに不思議。ダメだね。噛むね。ちょっと水飲むわ。はい。それは確かに不思議な点だった。こういうことも考えられるよね。三木本さんが痛むらしい頭を押さえながら口を開いた。残った人間に恐怖を味わわせるのが目的だと。恐怖を味わわせるのが目的？どういうことですか？僕は聞き返した。つまり犯人は僕たち全員あるいはこの中の誰かに相当な恨みを抱いていて、ただ殺すだけじゃ飽き足らない。だから、猫がネズミをいたぶるみたいにして、怯えさせた後で最後に殺す。そういうつもりじゃないかってことさ。怯えさせた後で殺す？それが本当だとしたらそれは、一体どれほどの恨みなんだろう。この中にそんな恨みを買うような人がいるのだろうか。じゃあ、その恨まれている人以外は関係ないんでしょうか。恵子ちゃんがすがるような目つきで三木本さんに尋ねる。どうだろうね。僕は頭を殴られたわけだけど、不思議と殺意は感じなかったな。もちろん他の人間が来たからとどめをさせなかっただけかもしれないけど、無関係な人間を殺すつもりはないのかもしれないよ。ふざけたこと、今いいところだったんだけどな。ふざけたこと言うな、緑は。彼女は一体どうなるんだ。犯人はすでに無関係の人間を殺してるんだ。俊夫さんが怒りをあらわにして言った。無関係かどうかどうしてわかるんだい？三木本さんが静かに聞き返すと、俊夫さんは顔を真っ赤にしてさらに大声でわめいた。どういう意味だ？彼女は、緑は、声が詰まる。申し訳ない。別に彼女を悪く言うつもりじゃなかったんだ。ただ、いろいろ考え合わせると、犯人はどうしても殺さざるを得ない時だけ殺してるような気がしたものだから。あいつに、緑に、殺されなきゃいけないどんな理由があったって言うんだ。三木本さんが話す間に、俊夫さんの怒りは悲しみへと変わったようだった。一度は枯れた涙が、また溢れていた。同情を誘ったのか、それとも恐怖か、女の子たちや春子さんまでもが涙を浮かべた。俊夫さんは彼女を愛してたんだろうか。二人をよく知らない僕にはわからないことだった。そう、これらはすべて演技かもしれないのだ。ぐにゃぐにゃになった。緑さんを殺しておいて、それを疑われないために、愛していたふりをしてみせているのかもしれない。僕はそんなことを考えた自分自身に心底嫌気がさした。どうしてこんな風にみんなを疑わなくてはならないのか。愛した人を失って悲しんでいる人に同情することすら素直にできない。でも全ては犯人の正体がわからないせいだ。僕たちの知らない誰かなのか、それとも僕たちの中にいるのか、それだけでもはっきりしないことには身動きが取れない。そういえば、さっきの三木本さんの言葉に気にかかる部分があった。犯人はどうしても殺さざるを得ない時だけ殺してるような気がしたものだから。どうしても殺さざるを得なかったから緑さんを殺した？さっきも一度は考えたことだったはずだ。緑さんはなぜ殺されたのか。何かを見たのか。たまたま犯人と出会ってしまったからか。僕は真っ先にしなければいけなかったことに思い立った。田中さんの部屋をくまなく調べることだ。緑さんはあの部屋に行くと言い、そして殺された。手がかりはあの部屋の中にあるはずだ。できれば一人でじっくり調べてみたい。しかし誰も一人にしてはいけないなどとみんなに言った手前、今さらそうもいかないだろう。もちろん一人になるのが危険だということも分かっている。が、犯人かもしれない人間を連れて入るのはもっと危険だ。では誰と。答えはすぐに思いついた。マリだ。マリとなら安心して調べることができる。やがてそのマリが京子さんと一緒にたくさんのカップを乗せたお盆を運んできた。お待ちどうさま。マリは精一杯明るい声を出している。ついさっきは同じことをみどりさんがしていたと思うと不思議な感じだった。ほんの数時間前までピンピンしていた人が今は冷たくなっている。熱々のココアが全員に配られる。女の子たちは他の人が口をつけるのを見届けてから飲み始めた。温かくて甘いココアはひどく心を落ち着かせる作用があるようだ。心の疲れも体の疲れも何もかも溶けて流れていくようだった。そうして一息つき、みんな多少落ち着いたらしいのを見届けると僕はマリに言った。今からちょっと僕についてきてくれないか。どこへ？田中さんの部屋を調べようと思うんだ。全員がはっとこちらを向いた。何のために調べるんだね？小林さんが尋ねる。緑さんは殺される前、あの部屋に行こうとしてた。そうでしたね。うん、そうだが、それが一体。彼女は多分、何か事件の真相について調べようとしたのに違いありません。そして、あまりに真相に近づきすぎたために殺された。だったら僕たちがするべきことは、あの部屋を徹底的に調べることだと思うんです。それを君が？俊夫さんが目を細めて口を挟んだ。ええ。君が犯人で証拠を隠滅しないという保証がどこにある？それは、ないだろう？でも一人で入るつもりはありません。マリと一緒ですから。だから、彼女が君と共犯じゃないという保証もないわけだ。じゃあ三人で行きましょう。それなら文句はないでしょう。もう一人俊夫さんが選んでください。俺じゃダメなのか？俊夫さんは眉を釣り上げる。彼がもし犯人だとしたら証拠を隠滅されてしまうかもしれない。その危険性を考えると誰か別の人を選んだ方がいいんじゃないだろうか。しかし、ここであからさまに断るのも角が立つ。それに彼の同行を断ってもどうせ、前と二人だけでは行かせてはくれまい。別の人と言ったとしてもその人が犯人である可能性もあるのだ。そうすれば証拠を隠滅されてしまう恐れがあるのも同じことだ。いろんな思いが錯綜しつつ、僕は言った。じゃあこっちにしましょうね。B、すいませんけど。すいませんけど、他の人にしてください。僕がそう言うと、俊夫さんはふんと鼻を鳴らした。信用できないってわけか。まあいいだろう。じゃあ、三木本さん、あなた、ついていってもらえますか。あなたなら信用できそうだ。でも、三木本さんは怪我してるじゃないですか。マリが反応するのを三木本さんは手で遮った。いいんですよ。2階へ行くくらいのことはできるでしょう。あそこから降りてきたんだし。そう言って彼は力ない笑みを浮かべた。あれ、三木本が来るってことは危ないんじゃなかろうか。警察の捜査の主張になるようなことはするんじゃないぞ。小林さんが釘を刺す。もちろん、なるべくならそうしたい。が、何を探すべきなのかもわからない以上、確約はできない。とりあえずうなずいておいて僕たち3人は2階へと上がる。田中さんの部屋の前に立つと足元がひんやりする。ドアの下から冷気が染み出してきているのだ。一体何を調べるつもりなんだい？三木本さんが質問してくる。僕は答えられず黙ってドアを開けた。部屋の中を無数の、雪片が乱舞している。まるで冷凍庫のようだった。ガラスのなくなった窓から吹き込む雪で、今や窓側のベッドの半分以上が覆い隠されていた。寒い。こんな格好じゃ5分といられないわ。マリが震えながら叫ぶ。僕は思い切って足を踏み入れると、まずはバスルームのドアを開けた。中を覗こうとすると、後ろから人が倒れるような物音が聞こえた。振り向くと、マリと三木本さんが入ってきていない。マリ、どうかしたか？返事がない。嫌な予感がした。もし、三木本さんが犯人だったとしたら、隙を見てマリを？いや、そんなはずはない。たとえ彼が犯人だとしても、マリに危害を加える必要はないはずだ。三木本さん？廊下を見ようとドアから首を出した途端、強い衝撃が頭蓋骨から腰まで突き抜けた。目の前でストロボをたかれたみたいに、頭の中で真っ白な光が炸裂する。マリー、床に倒れていた。視界がぐるぐると回り、立ち上がることができない。やけに暖かい汗がこめかみを流れ、ポタポタと床に落ちる。汗ではなかった。それは僕の血だった。後頭部が熱くうずいて、何か別の生き物がそこでうごめいているようだ。目の前に足がある。僕は意志の力を振り絞っ、噛むねー。ダメだね。僕は意志の力を振り絞って頭を上げようとした。天井の明かりを背にしているのと、僕の目がかすんでいるせいで、その真っ黒な人影が誰なのかわからない。目がかすむ。その人影がゆっくりと何かを振り上げるのが最後にちらりと見えた。僕を殺すつもりなのだ。嫌だ。僕は死にたくない。やめてくれと言いたかったが声にならなかった。人影が何かを振り下ろし、風を切る音が僕の耳に。終わり。バッドエンドでしたね。はい。バッドエンドを迎えましたので、直前の質問まで戻ってね、続き、次回以降やっていきましょう。ということで、今日はこの辺で終わりにします。ご視聴ありがとうございました。また次回もどうぞよろしくお願いします。